めっちゃ来てくれるじゃない。おはようございます。おはようございます。こんばんはこんばんは、こんばんは、イヤホー、こんばんは、おはよう、おはようございます、こんばんは。起きててよかった、来ててよかった。プリン食べてた、いいな。テーブルのガンピールとコンドーム、隣で眠ってる僕の恋人、夜中に会えた、嬉しみ、お腹空いた、眠れなくて部屋の片付けしてました。え、俺もねえ全然寝れなくて、今ベッドの上にいますね。外の風景ちょっとあんま見せるとちょっと家バレちゃうから。ラーメン食べたい、配信終わるまで寝れば明日、あと2時間半じゃん。今日カラオケ行くの、ベッドの上で、カラオケのために練習してるの、すごいな。今日も生きてていられる、ありがとうございます、褒めてくれて。この歌ってほしい、眠れ眠れ I just woke up、 私はあなたの声が好きです、 Thank you。 明日はね、リハーサルがあるかな、25日のライブ、ソロのね。うん、せっかく寝るまで寝るまで、私も布団の上で、そう、俺も今布団の上にいます。ってか布団でメンズユニット見てて、ありがとう。いやー寝ちゃう、寝ようとしてたのにごめんね。今ようやく帰ってきた、おかえりなさい。眠れない、25日仕事に行かんと消えます、ありがとう。最近よく思うのですか、カズマさん、マジか、おやすみ、おやすみ、おやすみ。さっきのストーリーのサムさんとスゲスさんとサムスキンカズマさんを見ました、見ました。寝れない時いつも何してますか、今配信してますね。一周待って、ね、覚醒してる、こんばんはのやつしたら始まった、マジで寝るとこだった。アニメ見たときお知らせ、アニメ見たときお知らせ見ていった。英語、いや英語あんまり話せないかな。そっち来て目が覚えました、こんばんは、わわわ、明日も10時から励ました、頑張って頑張ってくれ、カズマくんと同じでみんな夜行性、ありがとうございます、ありがとうございます。何が、こんばんは、こんばんは。寝ないとって思うと、眠たくないんだけど、どうしたらいい？好き。好きとか言って。ストーリーのスタばっかりなの、全然大丈夫です。もう、送ってくれたらね、見ますけど。スマホのライトって余計メス、あ、そうなの？カズマくんにバケットハットオブザイヤー。カズマくん、こんばんは、こんばんは。こんにちは、こんにちは。あ、全然ね、大丈夫ですよ。夜行性なんだよね。いや、みんな明日休みですか？明日リハーサル行ってやって、ソロの。んで、軽く買い物しに行こうかな。なんか、そうそうそう、ビルバンでね、絵描いて、キャラクターの絵を描いたの。新しいキャラクターをいっぱい生み出した。明日は週5のここ、ああ、頑張ってください。こんばんは、こんばんは、休みです。休みです。私は、絶対カズマくんがいいセレブだから。カズマくんの声眠くなる。あと、みんなを、夜中に聞く安井さんの声、いつも以上に癒されます。あのね、
増税前にね、みんななんかすごい友達のテレビ買ったとか言ってて、いいなぁ。うん。続次は断じるか。あ、ね、MV 上がってましたね。哲也くん出てて。ね。声かわいい。日本は2時ですね。夜中の。はい。さっきダオくんの YouTube 見てたら通知来て見に来た。あ、嬉しい。ねえ、ダオもね、俺も毎日ね、動画上げてるから。俺らいつもヒーヒー言いながら、お互い一緒に、まあ、ほぼ毎日ダオと、まあメンバーと一緒にいるんで、毎回二人で、カズマ、大丈夫動画みたいなと言って、カズマが何ちゃん書いてたい、キャラクターゲーム。え、嘘。あー、ゲーム配信やりたいな。最近、ちょっとゲーム配信みたい。あー、ありがとう。夜テンションで撮ってます。うん、出たがりだからさ。鬼丸、え、マジ？そんな、別に俺が作ったキャラなんだけど、鬼丸って。夜中の SNS の声がかすれててエッチですね。そうかな。何のゲーム？アイスリープトゴー。あ、5時なんだ、そっちは。うん。何時までしますか？いや、わかんないっすね。どうしようかな。いや、なんか、すごい。お酒が切れてる。いや、今日飲んでないっす。飲んでないんだけど。飲んでないんだよ。お酒飲んでません。今日は。深夜の息も最高だよ。鬼に丸、なんかやばい。最高のイケボだよ。今日、寝かさないよ。いや、てか俺がね、多分俺の声でみんな眠くなっちゃうと思うんだよね。だから多分寝ちゃうんだよね、みんな。で、なると俺だけ起きるんだよね。だからみんな頑張ってコメントで、飲んでる時に、そう今日はね、今の日、いや、夜更かしさん、修学旅行とかみんな寝ちゃって寂しい気持ちになってた。カズマくんの声聞くとドキドキしてますね。もしかして恋かもしれないな。未だに、前回、あー、マジ？なんだっけ？前回、どんな話だっけ？もう今日ですよ。明日の中の仮面ライダー見るくらい。あ、面白いよね。俺も2話見たけど、面白いなって思って見てた。俺でもしっかり仮面ライダー見てたのなんて、俺多分ブレードぐらいまでかな。ブレードもちょっとあんま覚えてないけど、まあ一番覚えてるのはアギトとクーガかな。アギトとクーガはめっちゃ見てたね。てかアギトとクーガはマジでめっちゃ見てたね。前回はポリスのやつ。あ、そう、ポリス。エルムだよ。仮面ライダーレンジャー派だった。あー、珍しいね。俺ずっと仮面ライダー派だったな。仮面ライダー出たいですか？いやー、もう仮面ライダー出たいよ。仮面ライダーはやだって永遠のヒーローでしょ。まあでも俺仮面ライダーよりもアベンジャーズに出たいかな。なんか、龍騎も見てた、龍騎も見てた。龍騎はね、めっちゃ映画が面白かったんだよね。ジオンお願いします。日朝全部見てるよ。今日朝からイケア行って新しいベッド買うってつもりで家族のライブはちょっと寝るな。寝るんじゃねえ。ヒゲダン？ヒゲダン？ヒゲダン？いや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 。エルモだよね。めちゃめちゃかっこいいや。だから仮面ライダーは、仮面ライダーハトガンですよ。ほんと、M 社内に、社中にいます。マダムのファンが増えるな。字を見るべきですよ。
マインクラフトの村人の声真似します。うん、うん、うん。眠くてコメント打てない。タラちゃんでーす。グッバイ君の目の人は僕じゃない。似てる、似てるでしょ。これちょっと分かってる、分かった人いるかな。細かすぎて伝わらないものまね。うん、うん、うん、うん。毎日音楽を入れる、じゃあ、じゃあ、じゃあ、ヒゲダンお願いします。ヒゲダン歌おうかな、じゃあ。ピンポイントすぎて目覚めた。今来ました。あ、いいな、ヨーグルト。グッバイ。今もう完璧横になってるから、マジで声出ない。グッバイ。グッバイ。君の運命の人は僕じゃない。辛いけど否めない。ニラリラリラさ。寝ると声出ないよね。なんだかんだでアンチーロまで。やばいよ、アンチエロみんな来てくれるの？待ってるぜ。待ってると、いや、そう、今布団の上っすね。中ってよりは、うん。あ、みんな明日、あ、さっきも聞いたな、これ。カズマ君の声、絵の具向け。聞いてほしいです。アンチエロが来ると片間くんの毎日音楽が終わるから。嬉しいですね、そう言ってもらって。めっちゃ陽気、いい声すぎる。うん、東京は、あ、でも涼しくなってきたかな。チミドライブインル。今日寒くないですか。アンチエロ来てほしい、アンチエロ来てほしい、もちろんアンチエロ行きます。 Thank you、ね、こんにちは、こんにちは。カズマくんお休みラジオとか毎日調子、毎日聞きたい。安井カズマの毎日お休みラジオ。今日のゲストは、なんと、関西の方から赤いケムクジラの夢見る少年が来てくれました。では、早速お呼び出しましょう。エルモさん。エルモだよ。エルモでーす。はあ、アンチヒーローの日、ああ、ありがとうございます。嬉しいです。来てくれて。安井和馬、アン。急な声量。急な声量。ここでエルモ、エルモかーい。暑くなったり寒くなったり、学校で倒れそうになるわ。バイバイ。本当、私は本当にあなたの声が好きです。ありがとう。夢見る少年、エルモ。おやすみラジオされたら、ドキドキして寝れなくなっちゃう。関西の。関西から来るんか。好き。エルモ、ワンモアタイム。いや、もう絶対やんないよ。絶対やんないよ。エルモ、そんな安い男じゃないんだからね。エルモ。安くないから、エルモ。エルモって金魚飼ってるんだよ。え？そうなの？でもエルモ飼ってないよ。うん。エルモは金魚じゃなくて、アリゲーター飼ってるよ。アリゲーター。アリゲル？アリゲル。安井さん。青のエルモ思い出した。うん。安くて悪った。やるじゃん。安い。やってる人は安いやけどな。よく喋るエルモ。よく喋るエルモだ。よく喋るエルモだ。エルモいっぱい喋るよ。最近の新作ものはね。ふつ。
クボ、スティッキークボ。クッキーモンスター。やったね、安い安いよ。でも俺の歌声高いよ、みたいなやつでしょ。カズン君だ、こんばんは、こんばんは。23時行こうかな。待ってるぜ。傷つく元気、元気だよ。物語が始まったし。さて寝る気ないな。しんど。はい。LOL。やばい。眠くなってきた。エルモの声で、うちの猫起きた。エルモでーす細すぎ、暗すぎて伝わらない。26位くらいやってほしいです。一撃に。ハイグライブみたいです。近づいたかな。はぁ、チューメイト食べたいな。ダカ君と最近ご飯行きますか。こないだ行ったけど、そう、また行きます。カズマティーン、カズマティーン、おはよう。おはようございます。おはようございます。明日は別に早起きじゃないかな。エルモかぶった。ええー、懐かしい。え、それな、いつのだ？多分、バンチョボーイズのみんなでライブした時かな。多分。なんか個人でやってた。なんか、翔平くんとか、洋次郎とか、うん、ゆうとか、かなめとかね。カラクルさんの選曲聞きました。あ、まず聞いてない。そうそう、渋谷のミルキーウェイでやったよね。恥ずかしくて死んだ。よかったよかった。教室を通って、あ、俺も消化しないとな。アンスターのアニメ。嘘です。今から寝るとこです。髪殺すよ。あれ、髪殺すよってなんだっけ？何のセリフだっけ？リボーンだ。何億食べて眠いの？全然眠くないね。全然眠くないからやってるんだよね。もう全然眠くないんだけど。マジで。どうしよう。全然眠くないんだけど。ひばりさんか。ひばり京也か。27時、たくみくん。ああ、で、出るって言ってたね。俺見に行こうと思ったんだけど、リハでした。今季は冷えつ、鬼滅と炎、炎、ホットミルク飲もう。で、出遅れたー。あ、お小松さんや。小松さーん。小松さーん。また老婆行きますね。髪がもう今、早くも伸びてきて、やばいっす。安井さん本当に夜強いよね。お腹すいた。いや、わかる。ちょっと本当にそれ言わないでほしかった。俺今コンビニ行こうかやってたよ。俺マジ夜中にコンビニ行く癖やめたいわ。ガチでこれ。いや俺マジで多分本当にあいつまた来たって思われるんだよね。ありがとうございます。行きます。本当に。え、そうなの？夜更かししてるから伸びるの？こっちは朝で寝起きから。え、そうなの？そっちは、え、どういうこと？海外、あ、海外にいる人もいるの？いいね。ウーバーイーツって、ウーバーイーツってさ、夜中やってんの？カズマくんワンマン絶対爆行けたから想像して鼻血出る。びっちょびちょだよ、鼻血で。めっちゃわかる。安井さんの来るコンビニで働きたい。いや、俺ね、コンビニね、もうすっごい、もうすっごいイケメンの人が働いてるの。今家族の歌を聞きたいから、カズマイーツ。そう、
で、さっき食べたハゲナッツ、めちゃめちゃイケメンな人が働いてて、なんか何の話しようとしてたんだっけ。ああそうで、そうイケメンの人がいて、でなんかね、やっぱ俺イケメンの人ってね、なんかこう、いやあんまりこういうこと言うのよくないんですけど、なんかやっぱイケメンの人ちょっと怖いのよ。なんかちょっとやっぱ自分がイケメンだって分かってるから、こうなんか俺イケメンだからみたいなオーラ出してくるのかなと思ったんだけど、いや誰に似てる、なんかね、誰に似てるってわけじゃないんだけど、なんかすごい普通にかっこいいなっていや思う人で、いやなかなかいないじゃん、こうさ、なんか普通にさコンビニとかでなかなかいないじゃん。いや別に俺そのイケメンが好きとかじゃないんだけど、なんかこうなかなかいないからすごい珍しいなと思って、そう、いやじゃあ本当に、いや俺はねマジでイケメンじゃないんですよリアルそうで、いや本当にその人はすごいイケメンで、いやイケメンだなと思って、でもやっぱイケメンってなんかちょっとこうとっつきにくいっていうか、だってそんなのバトシーンなんてもう最初は超怖かったからね俺。だってもうバトシーンなんて世のイケメンをさ、世のイケメンのいいところをよりすぐらしたさハイパーアルティメットイケメンじゃん。まあダオも、まあてかまあキサグのメンバーは特に、そう、いやだからみんなさやばいなって思ってた、うんやばいこいつやべえって思ってたんだけど、そうそうそう、イケメンがうるせえ痩せたイケメンだよ。バトシンが怖いよ。いや、バトシンかっこよくない？バトシンってさ、でも怖いよね。ちょっとさ、一回目の印象。バトシンってめっちゃ一回目の印象怖い。なんか俺のファンの子とかでさ、こう、バトシンに初めて会ったみたいな子とか、みんなバトシン怖いって言うんだけど、バトシン全然怖くないからね。マジで怖い、怖い要素一つもないからね、あいつ。そう。そうで、まあ話が逸れちゃったんだけど、まあ、そう、イケメンだったんですよ。で、俺が、ビールを缶ビール、黒ラベルのちっちゃい缶をね、こう、と買って、で、俺がね、こう、なんか俺、カゴに入れないのよ。結構さ、いっぱい買うときってさ、カゴ入れるじゃん。で、俺、そのときなんか、洗顔とかなんか、シャンプーとか、ボディーソープとかなんかいっぱい買って、なんかこう、いっぱい買った。でも全部手で持ってたんだよね、手で。で、なんか俺、サラダ、リコッ、なんだっけ、コブサラダじゃなくて、リコッタサラダ、まあ、サラダに、こう、温玉を入れて、食べるのがすごい好きなんだけど、シーザーサラダ。そうで、シーザーサラダ、で、最後にその、めっちゃ持ってて、もう顔に入れればいいのにって思うのに、俺全部手で持って、こう、で、その上に温玉をこうね、乗っけて、こう、頑張ってこう、並んでたの。で、こう、もうお腹減ってきちゃった、喋ってたら。で、そしたら、温玉が、こう、ふわーっと落ちちゃって、うわ、やばいと思って。そしたらね、落ちちゃったんですよ。バン、その、レジで割れたの。レジで割れちゃったの。レジの、こう、で割れちゃって、で、俺、うわ、めっちゃ最悪やと思って。いや、もう買うんで、すいません、買います。これ買いますって言って、行ったら、なんと、そのイケメンの人がね、なんと、いや、もう、大丈夫です、みたいな。あ、僕新しいの持ってきますね、って言って、すっごい神対応してくれたんだよね。いや、ちょっと待って、やばい。好感度下げてるね。好感度下げたね、今、俺。すごいイケメンだったね、性格も。うん。あ、いいですって言って。いや、なんか、普通だったらさ、こう、新しいのいりますかとか、聞くじゃん。じゃなくてもう、あ、いいですよ、新しいの持ってきますよ、って言って、そたたたたって。うん。そうそうそう。惚れたな。いや、俺惚れないから。いや、俺さすがに男の人は別に好きじゃない。恋愛対象には入ってないんで。
はい、あの同性愛とかはすごく許容ですけど、あの好きになったことは未だないな。なんか現れたら、そういう人が現れたら好きになるかもしんないけど、未だ現れたことはないね。うん、そう、私の中で伊藤健太郎くんに変換された。カズマくんに会いたいです。俺も会いたいです、みんなに。ちょっと待って、カズマくんってなんとなくバイだと思ってたよ。いや、まあ別に俺そんなあれはないけどね、別になんかそういう偏見はないけど、俺は普通に女の子が好きかな。うん、イケメンは心に余裕があるんだな。推しにするなら、わしのカズマくんイメージ人類。マジで平和じゃん、俺世界平和じゃん。うん、女の子が好きって可愛い。男が、いやちょっとどういうこと。うん、だって倍前回の女の子が好きになってくるさ。いやもうみんなのことは好きだよ、大好き。うん、当たり前じゃん。いやでもね本当にね、あのだからこうコンビニ行くとあいつまた来たって思われてる。いやでもね、俺唯一自慢があるんですよ。ポリス男でも OK。 いや俺めっちゃみんなに自慢したいことが一個あって、まあ僕ねこうオリジン弁当によく行くんですけど、家の近くにある、そう家の近くにあるオリジン弁当に行くんですけど、まあなんかね結構まあ僕らの仕事って不規則じゃないですか。だから結構僕たあの昼間とか行ったりするんですよ。朝とか、まあ、夕方、ん 昼とか。うん。やっぱ昼って結構主婦の方とかが働いてて、オリジン弁当。うん。で、まあその、あの主婦の間ではもう俺はオリジンに現れた王子ってなってるらしいよ。そう。オリジンに、あ、突如現れた王子って。この間言われたんだよね。なんかこう、いやめっちゃ面白いでしょ。いやこれさフィクションだと思うじゃん。結構これガチなんだよね。なんかそれもう僕がね野菜炒め定食を毎回買うんですよ。野菜炒め定食かカレーうどんを買うんですけど、毎回野菜炒め定食、なんか野菜炒め定食好きなんですねって声かけられて、野菜炒め定食好きなんですよって言って、あーイブクさんありがとうございます、来てくれてありがとうございます、嬉しいです。ぜひ今度ご飯行きましょう。そうもうなんかすごい昼間のパートの人たちではなんかもうすごい話題ですよとか言ってなんか笑いながら言われて、まあそれが本当なのか嘘なのか分かんないけど、昼間の人たちみんななんかそうかっこいいって言ってて、でも野菜炒め定食しか頼まないからご飯作ってあげようかなとか言って、そうご飯作ってあげたいなって言われてますよって、そうそう野菜こいつ野菜炒め定食しか頼まねえじゃんとか言って、そうなんだよね。うん、そう普段全然変装してないね。そういや俺ね結構ね自分で言うのもなんだけど、マジで店員さんに対してめっちゃ愛想いいのよ。なんかちゃんとありがとうございますって絶対言うし、なんかお釣りとかもらうときもありがとうございますとか、なんかコミュニケーションをね、まあ普段こうコミュニケーション取れないからそういうとこでこうなんか店員の人とかってさ正直
関わることないじゃん、その、今すごい急に冷たい言い方になっちゃったけど、なんかこう、その友達になったり、まあ本当に何かがない限りないじゃん。だからなんか俺そういうとこで、こうなんかコミュニケーション能力を上げるために、極力こう、なんかレシートとか、なんか、こう、箸とかをつけてくれたりとかすると、ありがとうございますって言うようにしてるんだけど、でもすごいね、好感度がいいんだよね。うん、そう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 。オリジンまでのイブカさん面白いな。オリジンまでの今年の、まあそうです、馬です。お手数おかけします。あー、そう、わかる。そうそうなんだよ、行っちゃうんだよね。そうそうそう、気分いいじゃん。なんか俺もやっぱいいし、そう、なんか店員さんもね、そうだからなんか結構ね、だから自分、俺がよく行くコンビニとオリジン弁当の人たちは結構いいコミュニケーションを築けてるんじゃないかなって。さすが白馬の王子だね。いや違うんですよ、僕オリジン王子なんですよ。オリジン王子。そう、店員さんに感謝できる自分が、ああそれもあるよね。確かに、なんか俺普段こうねじ曲がってるから、性格ねじ曲がってるから、そう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 、性格が基本ねじ曲がってるから、なんかそういうとこでちょっとプラスしとかないと人生悪いこと起きそうで言ってるんだ。オリジン王子とかに、確かにね、ペンションが嫌いだからね、面白。ねじ曲がったオリジン王子やばいねっていう話でした。そう、それが唯一の自慢かな。彼氏とかが店員さんに態度かかった、あーいるよねー、いるよね、タメ口使うやつね。俺無理だわ、タメ口使う絶対無理。ただ今年は待って、笑う要素となった。あ、おやすみなさい。いや俺も苦手だわ。わかる、めっちゃわかる。俺もうタメ口が無理っていうか、タメ口が無理なんだよな俺、どうしても。タメ口が、なんか今タメ口でもその、なんだろう、俺結構ねいろんな人に敬語なのよ。まあその仲良く、めっちゃ仲良くなってくるタメ口だけど、なんか俺結構基本同年代とか年下でも結構敬語な時とかあって、なんかリスペクトのあるタメ口は好きだけどね。ああ全然、次から敬語できる、全然全然。いやなんかリスペクトのあるタメ口は好きなのよ。リスペクトがないタメ口、なんかこれね、これちょっと分かってほしいな。そう、なんかこうリスペクトのあるタメ口は全然 OK。 なんかこうさ、すんごい、なんかすっごいこう、もうめちゃめちゃこう、え家族みたいないやなんかたまにいるんだよね、そういう家人、めっちゃ家族みたいに来るやんっていう、っていうのはちょっと苦手かな。そう、いや全然ね俺タメ口は嬉しいんだけど、タメ口してくれるのは嬉しいんだけど、なんかこうちゃんとお互いを尊重し合うタメ口が好きかな。全然寝れないんだけど。いやちゃんと感じてる人は感じてるよ俺。てかいないね。僕のファンの子は基本なんかいない気がするかな。
みんな心配しちゃうよね、こういうこと言うと。全然僕の、僕の班はいないかな。安井さん、話しながら少し遠くに行くか。遠くに歩いてる。に話しましょう。よかった。セーザーサラダを追加する。いや、そうだよ。みんな、23日、あさって、もう明日かというか、あさって、個別トークあるんでね。来てください。はい。アンチイロンのチケット持ってる人、そう、話せるんで、話しに来てください。寝かせねえよ。ね、外寒くなってきたね、だいぶね。謎にセブンの卵サンドが食べたいけど。お腹減ってきた。ウィゴ行きます。待ってまーす。いや、俺は今日もうみんなを寝かせない。みんなを寝かせないぜ。枝豆食べたい。普通に喋るだけだよ。話せる機会の時ってわかる。頑張って入試。を。寝かせて、カズマくんのせいで。いや、マジで、それは申し訳ないな。お家にご飯のストックない、あ、ないね。なんですげえ、そこに食いついたんだろう。いや、みんなに会いたいよ、俺も。23時の場所、そうだね、喋る機会はもう、あまりないかもしれないな。花澤香菜さんめっちゃ好きです。今、上裸ですよ。パンツしか履いてないね。だから暗いんですけど。てかみんなめっちゃ起きてる。間違いない。いや、今ね、結構マジでなんもない。もうね、俺ね、結構、なんかいろんな荷物があったんですよ。服とか、着ない服とか、着ない帽子とか、結構あって、全部家に送っちゃったんですよね。だから今、マジでなんもない。今、マジで、多分、めっちゃみんなが見たい姿で寝てると思う、俺。みんなが絶対見たい、姿で寝てる。え、マジ？服？100% しないけど。そう、段ボールもね、片付けて、もういろいろない。本当にね、もう生活感がマジでない。だから今。そう。だから想像しててください。絶対つけないけど恥ずかしいし。でもね、俺さっげーね、めっちゃ今ね、自分で言うのもなんだけど、筋トレを結構がっつりやってて、まあ別にめっちゃついたわけじゃないんだけど、結構セクシーになってきてると思うんだよね。ミニマリストで、ミニマリストって何なの。なんか急にコメント増えたな。夜中出し見せてもいいんですよ。いや、今日は絶対つけない。絶対寒いから。しっかり。そうそう、セクシーなオリジンオーチ。じゃあつけましょう。
やだよ、やだよ、やだよ。うん。アレクサ電気つけて笑った。アレクサ電気つけて。あ、アレクサタイプしてないっすね。あんまでもちろん。ここにいる60人恥ずかしいんだけど、恥ずかしいな。ねえ、写真集出したいな、俺も。あんまり写真に興味がないんだよね。写真集出したいっていうのは、なんか、写真集ってものを出したいってだけで、あんまりこう自分をどう捉えるかとかにあんまり興味がないからな。恥ずかしいな。マジレスすると風邪ひかないでね。家族ヌード写真集、セクシーなオリジン写真。ねえ。よう、11。あ、おやすみ。そうそうそう。またゲーム実況はどう？え、なんで？バイク取った？なんかバイク取った今。そうだよ。みんな3時だよ。じゃあね、本当に寝たい、やばいね。本当に寝たいってコメントするね、お前。なでこ好きです。でもそんなんじゃダメ。もうそんな。花澤香菜さんのキャラで一番好きなキャラって言われたら、まあ、正直マイシーなんです。マイシーでしょって言われたら、確かにあのライカのアイコン、インスタのアイコンもね、アイスじゃない、ツイッターのアイコンもマイシーだから、マイシーって言いがちなんですけど、まあ本当に好きなのはコバト。あのあれ、コバトっていうキャラがいるんだけど、あのあれなんだっけ、今すごいど忘れしちゃった。あ、そう、はがない。うん、はがないの。え、コバトめっちゃ可愛くない？いや、なんかさ、いや、コバトめっちゃ可愛いんだよね。本当に俺もマジで若返りたい。カズマくんに、カズマちゃんにアイメントディッシュの、ああ、あ、聞いたかも、それ。いや、コバトめっちゃ可愛いよね、マジで。あ、小倉優さんめっちゃ好き。最近だとあれ、ゴブリンスレイヤーの、あの、女神、女神官。めっちゃ好き。え、はがない見たことないの？一見ああいうラブコメに見えて結構ドロドロしてる。結構めちゃめちゃドロドロしてる。僕は友達が少ない。うん。あ、みゆきちさんね。サンスロさんいいっすよね。うん、歯がないめっちゃ好きです。コバトが大好きすぎて。そうそうそう、中二なんだけど、ちょいちょいこう、あの可愛くなるやつ。アイカツ見てないな。コバト、いや、俺なんでそうなるの。なんでそうなるんだ、なんでそうなるの。ライカって、そうなの。まあ、ラブライブ、俺ラブライブ見たことないんだよね、実は。うん、ニッコニッコにしか知らない。
ローキューブ見てないな。巨乳の女の子、あ、セナ、セナだっけ、金髪の。俺でもね、ちょっと自分で言うのなんだけど、ちょっとほんと引かないでほしいんだけど、割とアニメはロリコンなのかもしんない。アニメはね、二次元の世界は結構ロリコンなような気がしてきたな。あ、バンドリね。バンドリはもうロゼリア一択ですよ。てかね、僕のよく行く映画館がね、今ロゼリアが映画案内、劇場案内してくれてるんですけど、ロゼリア好きですね。そう。はい。まあ、アニメね。アニメ限定。アニメ限定ですよ。いや、待って待って。ちょっと待って。いや、俺普通はロリじゃないよ。普通の、その、三次元的なのは、マジで。それだけちょっと誤解しないでほしい。捕まんないでね。今見てるアニメ。リアルか。リアルはね。難しい。俺すっげえ、でもね、難しいな。リアルどんな人に。難しいな。オリジン王子、ちょっと待って、最悪じゃん。こんばんは。誰だろう、なんかわかんないな。なんかでも好きになった人好きかな。そう、それが一番いいよね。あ、ゆりちゃんいらっしゃい、ありがとう。今日もやこさっきしてますね。そうなんだよね。全然寝れないんだよね。今ね、キサグのバックダンサーしてくれてるゆりちゃん、ダンスはちゃめちゃにうまいんで、皆さん楽しみにしててください。背高い女の子、あ、僕背高い女の人めちゃめちゃ好きですよ。あ、僕が高いからね、結構。でも別にちっちゃい人が嫌いになってわけじゃなくて、なんかそう、まあ高い人もすごい好きってだけです。まあでもね、多分俺分かっちゃったんだけど、分かっちゃったことがあるんだよね、一つ。俺ね、やっぱ一人っ子だから、あ、もめきくんいらっしゃい、ありがとう。来てくれてありがとうございます。すごいね、一人っ子だったから、ちょっと甘え、棒なのかな。だから甘えさせてくれる人が好きかな。なんかこう、なんつうんだろう。いや、もみきくんには絶対甘えないですよ。もみきくんなんて絶対甘えてもさ、もみきくんなんて絶対甘えても、ダメだもんな。そう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 。モミキング、イエー。そう。ツンデレの塊だぞ、私は。嘘でしょ。いや、俺一人っ子なんですよ。ロリ系に甘えるロリジン王子。私の彼氏も一人っ子だよ。いや、でもさ、やっぱ一人っ子って多分そうなんだよね。実はめっちゃ優しい。もう自分で言ったらもうダメじゃないですか。まあでも確かにもみきくんちょっとツンデレだな。確かに。もみきくんのツンデレキスですよね。いや、俺本当に、甘えん坊ロリジン王子だからね。
すぐ抱きしめる。早いな。すーっげー早いじゃん。だから、テオテル番長の甘えん坊の甘えん坊先生って意外と間違ってない。いや、まあそこまでは違うけど。あそこまでは違うけどね。言ってしまった。家族甘えてるローリーが好きってこと。いや、だから、ちょっと待って。ローリーが好きなのはもうみんなちょっとまずいよ。俺がすごいロリコンみたいじゃないかい？違うよ。ロリコンじゃないんだよ。ロリコンじゃないよ。ロリコンじゃないんだけど。ロリコンじゃないんだけど。ロリコンじゃなくて、ロリコンじゃなくて、本当にロリコンじゃないから。ロリコンじゃないよ。ロリコンじゃないんだけど、マジで。そんな安井さんも受け入れるよ。本当にロリコンじゃないんだけど。あ、そう、アニメ、二次元がロリ。二次元がロリなだけです。そう。いや、みんなね、分かってないな。真の甘えん坊、甘えん坊っていうのはね、甘えてみてくださいって言って甘えれないのよ。そうそう、甘えてください、甘えてみてくださいって言われて、そうそうそう。そう、二次元と三次元は別ですから、もちろん。なんかちょっと怖いな、なんかみんななんかちょっと怖いわ。ひどいな。みんな、いじめてくるな。お前泣いていいから寝かしてください。いや、みんな寝ていいよ。なんかすごいさ、さっきからの、はい、始めた当初から人数が変わってないってことは、まあ、つまり、みんなずっと起きてるってことなんだよね。約60、まあ、70ぐらいのメンバーが。うん。いや、でも確かにロリコンにもな、ロリコンでいいかな。嘘嘘。うん。いや、俺も寝れないんだよね。いや、もみきくん、まあ割ともみきくんち近いから、別に起こしに行こうと思えば起こしに行けるんだよな。さっきまでみんなのこと好きって言ってね、急にみんなないわ。うん、寝れないからずっと聞いてたいです。朝起こしてカズマくん寝ないなら絶対寝ない。どっちなのよ。うん、もうずっと起きてられる。ほんと寝んねえ。ロリーになってる。ロリーが注目されてるんだけど、うん、マキちゃんのとこ欲しいって言ったら彼女すぎ。確かに。いや、俺はダメなんだよ。俺は逆に起こされたい人だから。そう、起こしに行くのはあんまり行きたくないな。起こされたい。そう。こうね、朝の日差しで目が覚めるんですよ。でね、こう目がこうすって、こうちょっと半目ぐらいになると、トン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 って包丁のまな板を叩く音が、トン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 っていう音がして、っていうのが俺の、理想。叶ったことないけど。今まで一回も叶ったことないけど。あ、でも一回あるわ。一回ある。もう俺ね、すごい友達にね、なんか俺、その、めちゃめちゃ友達が多いわけじゃないんだけど、まあ、地元の友達とか結構、なんか僕のことがすごい好きすぎて、なんか僕すごいね、自分で言うのもなんなんだけど、まあ本当にめっちゃ友達は全然いないんだけど、なんかこう、3人ぐらいの友達からもう鬼崇拝されてて、神、お前は神だ、みたいなぐらい言われてて、でなんか、まあ一人暮らししてる、まあ男友達なんですけど、男友達の家で、なんかみんなでなんか、まあ名古屋にいた時ね、名古屋にいた時に飲んでて、で俺がめっちゃ飲みすぎちゃって、まあ早々にログアウトしたんですよ。早々にログアウトして、寝てて、で、朝起きたら、その、俺の友達が、
お味噌汁となんか卵焼き作ってくれて、これ二日酔いに効くからって言って、多分しじみ汁なのかな、作ってくれて、その時に最高、なんか最高だなって思ったよね。お姫様抱っこされたい、朝に限る。そう、よくできた信者だ、レベル高い。そうなんですよ、ハイパーイケメンでしょ、うん、素敵やろ。まあでもそいつはイケメンじゃないね。急に友達をディスる。うん、そいつはまあ頑張ったけど、もうすげえ頑張って、俺も今すげえ頑張ったけど、すげえ頑張ってイケメンって言おうとしたんだけど、まあイケメンじゃないね、そいつは。あ、でもすごいいいやつ。うん。この時間に、うん、お味噌汁作ってくれたのに、頑張ったけどイケメンじゃない。家族人は顔じゃないって言ってくれよ。いやいや、でもそうなんだよ、顔じゃないんだよ。そう、いいやつなんだよね、めっちゃ。うん、安井さんのせいで何の話してるの？今は俺の話してます。人は顔だよ。怖い怖い。安井くん辛抱すぎて、辛抱すぎて。そう、中身がイケメン。うん、今思ったけど、ゆうかちゃんだな、つけづらいんですか？ん？ゆうかってあだ名つけづらいんですか？ってこと？辛辣。あ、辛辣？え、なんかちょっと待って、恥ずかしい。急に学歴ないのバレるじゃん。学がないのがバレちゃうだろ。安井さんが男にも、あ、待って、みんなあと2分だ。あと2分だよ。ゆうかって名前はあだ名つけづらいんですか？いや、そんなことないんじゃない？うん、エールマッチ2分だよ。やばい、寝れない、マジで。どうしよう、ちょっとほんと寝れないわ。うん、俺で配信しよっかな。ガチで寝れないわ。じゃあもう一回やる？もうちょっとやる？もうちょっとやるか。コラボ申請したのに仕方された。いやいや、こんな真っ暗でコラボします？俺何も映してないですよ。もうまだ映してるけど。まだ映せるけど、うん、もうちょっとやる？